はい、フリージャンです。とりあえずやってみましょう。ジノジャッジメント。今回は、ゾンビ部屋から逃げる逃亡者やっていきます。ゾンビマニアに襲われたいです。くんです。ゾンビマニアだったら、なんかむしろ逃亡特攻していいよね。はい、市民さん、ジノニューレナ1、2の光の1、逃亡者1、ゾンビ、ささやき巨人1、ゾンビマニア1です。やっていきましょう。まあ、ゾンビマニアがね、占いで使用してくると、まあ、多少めんどくさいって感じの部屋だね。盤面がね、盤面で圧死させないと。ゾンビマニアだから結構対抗とかが出まくって、なんか盤面終了みたいになりかねん。どうだろうね、霊能に逃げ続けるのがやっぱ上策なのかな。ちょっとは村のためにやんないと、これ、対抗出まくって詰むみたいなことになりかねないよね。とはいえって感じなんだけど。悪い奴らは許さないぞ。お前はゾンビじゃないのか、じゃあ。ゾンビ陣営勝利とかしたことないよね。見たことない、あんまり。ビルしろ、マイクしろ。カミングアウト、カミングアウト、カミングアウト。マリアンネ、ビルしろ、ジェシカ、マイクしろ、はい。把握。はい。ゾンビニート。グレー平線広いな。ちょっと占い師を 見たいので科目になります。ちょっと起点作れ。要素なさすぎるぞ。ん？回避なの？全部、延長希望。カリウドも回避でいいと思うけど、カリウドも回避で良いと思うぞ。アーニー、ゾンビが出てもかませれば良いし。どうするんだ？あそこ乗ってくるか。メアリー全然わからん。占い狼で佐々木囲いの話はこれ以上ビルさんで片白じゃ。延長希望、希望。ロディ分かってんのか。占い狼で佐々木囲い、ミカ占いと囲いの内訳を永久に気にしている。ここ大した考察落ちなそうだし、いらなそう。アーニーも、アーニー、片白ビルに触れてるだけ。ここも誰ともつながり作る気なし。もうなんかアーニーもミカもなんかダメだな俺。アーニーもミカもダメだ。つながりが見えねえ。アーニーもミカも何も色落ちねえわ。どっちつっても同じ。白出ても黒出ても手がかり残らん。アーニーがなぜかビルに触れ続けてるから、アーニー黒ならビル白いいんじゃねみたいな。エマは？
なんもないな。なんか、なんもなくない？マイクなんか精査あんの？ミカアーニー、私はアーニーのビルへの触れ方とか言ってるけど、マイク絡んでくるな。ミカアーニーどっちか釣りかな。ミカ釣りの方がいいかな。ミカ釣りの方が良いかな。ビルに関する指摘も私の指摘の便乗だし、アーニーもわけわからん触れ方してるけど、ビルやマリアに。ミカの方が黒要素として、アーニー今釣る位置を考えろ。アーニー村沖によくねえか、もうこれ。アーニーも村沖で、別行こう。アーニー村沖でミカ釣りかな。で、ここで何が出るかだな。逃亡か、カレードか、市民回避か、それか。回避ないです。黒だったら安直に回避しそうな気がするな。ミカゾンビマニアでもわけわからず市民使用しそう。30秒前。村っぽくねえか。10秒前。もう無理か。ミカが、ミカは失礼だけどマニアでもよく考えず逃亡回避とか狩人回避とかしそうだなと思った。不本意。30秒前。なんでエマに投票したんだ。エマとは何でもないっしょ。エマとかも何も落ちないっしょ、もう正直。エマとか兄シロとして、いやーこれミカ多分落ちないぞ。これ何もないよ多分。相当厳しいな。どうだろうね。兄シロ起きしちゃったよもうこれ。でもここで完全に兄シロ起きしちゃったし、もう次、釣る位置なんてエーマぐらいしかいないぞ。このログだもんな。でも、ミカと大差ないっちゃないよな。回避もさせてくんないのかっていうのはちょっと透かしてるけど。まあ、エーマの位置からカリード出て噛まれるんだったら別にまあいいけど。うわー、最悪。マジ。占い神か。これもわかんなくなったな。
もう訳わかんなくなったな。占い神か。対抗佐々木ね。なんじゃこれやって感じだな。ミカ白。マリア佐々木ロックしてんの。マリア釣りで。これもう運ゲーになったぞ。マイク黒だったら意味ある。わざわざそこまでマイクが自分の新目上げる必要ないと思うから、マイク黒、ジェシカ、漂白、追わない。黒陣営よう仲間削るな。カミラ、アーニーそこまで考えてないと思うけど。いや考えてない。カミラ、アーニーに期待しすぎ。それは多分するかな。アンナが白くなるってことはメアリー黒もなさそうかな。マイクのその考察に沿って考えるとメアリー黒もなさそう。アンナ黒塗り、マイクメアリーだったから。ってことはニック、カミラ、エマ、ビル。ビルがそこまで考えるか。マリア、シロなら。アンナのその視点、マリア親切にならない？なんで？このジェシカ神ってマイクの発言力上げるでしょ。カミラメアリも発言あった中、片白のマイクのこそが占い噛んで。さあロディ、狼がビルとかだとあんま考えてなさそう。黒では見ないかな。ニックカミラとか、なんかビル狼でビル狼でジェシカ神とか無謀なことするか。30秒前。ニック先生、
きついな。10秒前。うん、新切りするにしても、うん、なんかアーニーの視点から拾えないんだよな、そんなことが。もうあとログバトルになったからな、ここ。どうすんだよ、どうするべ。普通にロディに逃げるか。ロディに逃げないとちょっときついな、ここは。ロディ逃げようか。うん、ロディ逃げしかないな。メアリーはマイクにプリプリお尻振ってんな。どこだろうな、これ。逃亡でちょっとわかんないときついか、これ。逃亡でちょっと見ないときついかもね。確定白のところ。マイク狩人ではないと思うな。初日からあんな暴れない。マイク狩人ではないと見て。おはよう。おはよう。白か。白か。まあそうだろうね。ビル白じゃねえか、これ。昨日も言ったけど、ビルクルなマイク塗り先として残してそう。アーニー、ビル。延長希望。うん、普通にニック行きたいかな。延長希望。カミラ、メアリー、ビル、アーニー。以外から行きたい。延長希望。フルオープン、時間合わせようぜ。2207。え、エマか。アーニー、エマの内訳ね。初日ビル、昨日ロディ。初日ビル、すごいな。やばいところ守ってんな。初日ビル、理由は？兄めちゃくちゃだな。これ狼で出てるのか。狩人放置の市民釣りのはよくね。カリウド放置の市民釣りか。延長希望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 。はい、ニック釣り希望でーす。ビルクロは見てないんで、カリウドも対抗出てるからゾンビ陣営って出るか。ビルはもう白置きかな。
市民市より市民1しかいない。そうだな、マイク市民、ミカも市民、市民1しかいないんだよね。まあビル白人街じゃね、だって。ロディクロスじゃなくて徹底ロディ声でいいよ。でもニックの相方どこやねんって。ニックの相方不明って感じ。カミラニックはねえな。アーニックロならまあミカ殴れるんだよね。ビルに全く触れてないんだよね。メアリーは？メアリーはニックとカミラに絡んでんのか。まあニック釣りでええやねえかな。あとはニックの黒軸かな。ニック黒軸どこだ。ニックカミラツールフはない。エマに触れてない。あのさ、ニックエマツールフって絶対見られなさそうじゃね。ニックオオカミで、初日一切触れてないよエマのこと。30秒前。ニック黒軸、相方1、メアリーかアーニーしかいない。ニックカミラはラブラブ。10秒前。ニックカミラ触れ合いすぎてる。さ、最近の話じゃなくて、初日ログしか見てないよ、メアリー。30秒。アーニー、エマ2人ともドディ声ね。10秒前。これさ、最悪さ、最悪な事態がさ、なんだけどさ、これラスト黒どこかって話じゃん。ニックとメアリーはね、これお芝居なんじゃねえかなって気がするんだよね。ニック黒でしかもう考えないんだけど、ニック黒だったらメアリーだぞ。これ絡みまくってるんだよな。10秒前。うわ、絡みすぎ。まあ白か、まあそうだよな。さすがに黒釣れたやろこれ。もうおはよう、おはよう。
黒。よし。カミラは持っちゃった。兄ふざけんな。ロディの指示通り護衛しないとダメ。あーカミラ、多分アーニーは死んでも義でもこれやる。エマつって決め打ちして、佐々木と人狼も死んでるんだよね。どうする？ミカ、マイク、シビビル、ゾンビマニアか。延長希望、延長希望。ビル、ゾンビマニアか。狼か。狩り狼ある？延長希望。一切エマのエの字もないっすよ。延長希望。延長希望。見れる？これエマに一切触れてないよ。4日目でようやくエマに対して触れてるんだよね。ニック4日目にしてようやくエマに触れてるんだが、でもアーニー義に見えない。エマ黒は見ないかな。やべえ、エマとアーニー分からん。いや、正直言って彼らゾンビマネビル神しんどくね。初日ニックは仮死で最初にミカ殴り、ニックみたいな人はアーニーカバーズミカする様子そうなんだけど、僕だけかな。したら僕アーニー、エマは、正直何も感じません。もうカリウド2人、このトロール二人衆何も感じないんだよね、アーニー、エマに。ニックのログからでしかもはや考察不能だと思う。エマ、アーニーのログ。エマ行きますか。ただ別にエマし、だろうなこいつも。
謎。あんなアーに釣りたくないの。カリウドは二人とも死んめない。考察不能、もう無理。運で勝負。アーニーがさ、アーニーヘイト買いすぎじゃね。メアリーどこ行ったんや。メアリーどっか行ったぞ。もメアリーどっか行ったぞ。あそこ鉄板越えできないところに狩人を感じるが、エマの新約書スカシを噛まない余裕がある位置ってどこ。いるぞ。これ普通に市民に狼じゃねえか。これ普通にメアリー狼説ないか。30秒前。アーニー釣り押しでメアリー白木は謎なんだよな。カミラニックか。いや、メアリーだと思うな、これ。俺は。30秒前。投票したんだ今。無理かな、思いつかないな、に行くなんて。うん、そうなるよな。まあ、霊能は噛まれるよな多分。エマ行くかロディ行くかカミラ行くか、カミラ行くかどれかだな。10秒前。エマシーンはないと見た。10秒前。カミラ逃げるか。ねえ、マジか、そこか。そこですか。これ、メアリーとロディで、そこか。そこを噛むってもうエマしかいなくないか。え、そこを噛む？カミラ噛むってマジ？エマ狼か、エマニック狼か。よく触れなかったな。いや、やっぱエマとか、やっぱエマアーニーとか初動で処理しないと無理だな。ただカミングアウト。え？何言ってんだろうね、エマちゃん。
ウェーウェー。だってさ、ゾンビだったら終わってるだろ。肉一切触れないって立ち回りしたな。切りたくなんなかったのか。ロディ諦めとるぞ。延長希望。てか意味不明だよね、メアリー感染させないって。忘れためたやめろ。4日目感染し忘れた。クソでしょ。やっぱアーニーの新芽はゼロだったが、アーニーは新芽ゼロの エマのエマ狼、まあもう釣らなきゃダメなんだな、これわけわかんねえやつは。だからミカ釣りなんか愛じゃなかったんだろうな多分。やっぱりミカ釣りとかしてる場合じゃなくて、初動でエマ・アーニー潰すべきだった説だな。毎回思うが、俺はやはり寡黙系は潰さないと無理。メアリーはロディー、ロディーはメアリーに入れて運で終わり。落ち際であれ偽打ちできたか。でもアーニー釣るべきじゃなかった気がするな。やっぱ寡黙処さねえと。てかゾンビは全部死んだんだな。確かにエマはメアリーを殺せば勝ちなんだよな。
30秒前。まあミカ、10秒前。考える要素あんのかロディも。今の気持ち考えろ。ゾンビ語りがまともにできてない、髪数が合わないと指摘している。私狼で見ますか。まあ普通にカミングアウト。ああありがとうございました。これが欲しいんだろ。メアリーだ。満足したか。さ、占い潰されると辛いよね。なんかだいぶ運要素絡んでくるよな。分かんなかったもんな、エマの狼なんて。カリウドに狼出ねえだろって見てたけど俺は。でもどうせあそこでメアリーっつって俺がカミラ逃げてても、それもまあ成立したんだよな。アーニーかエマだったら俺エマにギーって思うかな。そうだね、やっぱメアリー釣りすべきだったかもね。なんかメアリー釣りして俺がカミラ行って特攻で死んだとしても、じゃあねそっちでなんかアーニー釣りはなった気がするね。ワンチャンカリウドのグッチョもあったじゃんっていうね。せっかく逃亡者でねビビ逃げ切ろうと思ったのに感染させられちゃったね最後。大変だ。そして、まあ勝ったけど俺は勝ってない。まあ若干後味は悪いが、まあいいだろう。ゾンビから逃げ切ることはできない。まあ主人公逃げ切ることできなくてってありがちだからな。危なかったな俺。危ない。ゾンビに勝たれるとこだったぞこれ。なんとか逃げ切ったのか。俺がゾンビと相打ちになったのか逃亡者が。すげえな。ってことで